うわー、どっちも好きやな。もうそんなええわ、なんぼでも作ったよね。ほんまに。そうやな。今やっぱハラハラして生きてんの。ということですか。心に余裕って抽象的やからさ。あーこれはね、お姉ちゃんからいきましょうか。まあ、まあ、思い浮かんだら。あ、思い浮かんだね、うん、まあちょっと不細工でもね、うん、あの、うん、いいとこへ生まれたいね、やっぱり一緒やな、兄弟やから、ね、あ、そう、あの別にすごい貧しかったわけじゃないんだけど、うんうん、はい、お母ちゃんがガサツやったでしょ。そうなのね、あれがすごい家だった、うん、であの上沼の家ってお母さんがもう上品で、うん、上品だったもん。お姉さんは綺麗、お姉さんと主人のお姉さん綺麗だし、うんうん、大学出てはるし、そうそう、で主人は主人でなんか標準語でシュッとしてたんでね、あの一緒に付き合ってね、でお母さんに会わせてくださいよみたいになるやんか、うん、もう最後まで会わさへんかって。いやいや、ほないたら死んだお母ちゃんに悪いなと思うんだけど、やっぱ淡路島までね、やね、あんまりな、ね、お金も稼いでこない亭主でお父ちゃんで、それで育ったから水商売やりながら、そう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 、やっぱり、まあ、異性がええねんけど、あの上品なものすごい旦那のこと好きやったから、お母ちゃんで潰れるようなことあったら嫌やもって、もう死んだ人をね悪く言ってるわけなくて、自分の親やから勘弁してください。本当、ね、嫌なこといっぱいあったのよ。なんかずっとあれだったよね、あの、うんうん、大阪へ来てる時長かったのに淡路弁だったのに、ずっとあれはうちの主人に言われた。お母さんって大阪へ出てきて何年っていうか、20年がそこらになるんちゃうかな言ったら、うん、もう頑固なぐらい淡路弁だねって。淡路弁言うても淡路弁が悪いんじゃない、うん、母がちょっとね柄が悪いというのかな、そう、ね、なんとか「新品さんよ何しよんので」とか「そう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 、ほうけ」とか、そうね、で向こうのお母さんは「そうですか」とか「恵美子さんこんにちは」ってこんな感じでしょ。もう声も綺麗だし顔も綺麗だから、それでちょっと悩んだよ。ほんと、わかるわ。もう一番嫌だったのがね、うん、あの海外旅行よくお母ちゃん連れて行ったのね、うんうん、でまあ、向こうのお母さん上品に、うん、で中華行ったんかな、うん、円卓でわーっと回るやつでね、うんうん、中国料理、うん、そうしたらずっとお母ちゃん食べへんから緊張してんのかなと思って、うん、お母ちゃん食べたらええね食べたらええね、うん、食べるよって言って、うん、いやーあんな予感したんよ。おうおう食べるよって言った時点から、うん、で酢豚の大皿が全部なくなったの、玉ねぎ2つとピーマン1つぐらいになった、ね、もういらんのけって言うて、その大きな皿、うん、を自分のとこ持ってきて、で白いご飯を取ってる自分の白いご飯をポーンと入れて、そのあん、あの酢豚のあんにこう絡めて、その大きな皿ごとこうやって食べたの、もう香港かどっかでかな。いやいや、私はこの黒田節やないわ。やっぱりね、その時の主人の顔が忘れられない。やっぱりなんだこれやって、なんとなくね、あれお母ちゃんだけやねんけどね、みんな淡路島がみんなやってるわけじゃない、やってるわけじゃないよね、そういうことをされたので、で向こうの姑さんが品があるから、あるある、ものすごい嫌な思いしたよね。わかるわ。申し訳ないんやけどね、もう死んだ母を悪く言いたくないんやけど、うん、言わせてもらうわ、あえて、うん、もうすごい、もう大変だったん、隠すのが、隠すのが、この柄の悪いのを隠すのが、ね、黙っとけよって言うんやけどね、黙っててよって言うんやけどね、やっぱりね、一つあったと思う、あの大事な、一応これでも娘だったわけよ。そう、だから結婚させたくない。若かったからね。うんうんうん、まだ21ぐらいやったからね、こ、うん、の時は。22で結婚することになるんやけど。そうそうそう。そしたら、それがあったから、余計なんか自分が柄悪くして、うん、それでうちの旦那に嫌がってもらおうみたいな魂胆がちょっと見えた。そうか。うん、それありましたね。嫌われるように。うん、だってお姉ちゃんと漫才やった時にすごい儲けてたし、うん、あの変な話やけど、まあお母ちゃんに、あの、お小遣いとかもね、たくさんあげたりしてたし、うんうん、で、まだ二人とも若いの、まあ、お姉ちゃんはわかんないけど、うん、まあそれやけど、そうなんね、あの、東京へやらないかんっていうのが嫌やったんや。ああ、そうか、そうか、そうか。ね、私は若いし、うん。千里まりで一生懸命ね、うん、4年やそこらでなんでやめんのよ、みたいなのは、あったね。親としてはあったんじゃないかなと思う、ね。あったと思う、絶対。うん、だから柄悪くしてね。うん。わざとね。亭主に嫌われよっていうのが私は見えた。そう。で、それがあるから今の二択で言うたら、うん、私はもう少々不細工でも、不細工ですね、今。不細工で、ええ、市の上品な家に生まれたい。
あ、私もそうやね、やっぱり、ね、やっぱそうよ、そうや ね、ちょっとあの両家でね、両家がいいわ、グランドピアノあってね、いいね、いいね、大邸宅でね、大邸宅でリビング何畳ぐらいですか、そうそう、お姉ちゃん、リビング50畳ぐらいで、50畳ぐらい、私もそう、80畳、あ、そう、ね、そんな買ったんですよ、80畳ぐらい、グランドピアノ置いたって、うん、もうびくともしない広さ。ね、グランドピアノがもう8台ぐらい置いてもええねん。音楽室やられないからおかしいよね。で、それで、螺旋階段ね。螺旋階段に憧れます。螺旋階段で、ね、あともう吹き抜け、ね、5階まで。うわ、ね。5階まで?5階まで。一応、まあ、インテリアというか。エレベーターついてんのよ。エレベーターもちろんついてんね。これはまあ、言うたら、あの、オブジェみたいな感じで。そうやね。ソフトクリームみたいな螺旋階段が行って、ね、で、そこからこう、なんかこう降りてきて、うん、目回るわね、目回りながら降りてきてひっくり返るっていうのがね夢なんですよ。5階から螺旋階段で降りてきて1階のリビングでひっくり返る、やってみたい、本当に憧れる、ね、それはもうお金持ちじゃないとできへん、ブルジュアじゃないとできない目回りやんか、ね、私はそれしたそうなんだよ ね、まあ、ブサイクでもさお金あるし、お金あったら整形できるやん、ね、整形しようね、綺麗に整形してもらってさ、綺麗に整形も全部変えてもらえ、そうそう、鼻も高いにしてもらってさ、そう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 、もうみんな変えてもらえ、ね、なんでやねんいや、そうします、ね、あのやっぱ家柄っていうのは、ね、あの出るからね、出ます、だからちょっと憧れがあるから、ね、あるね、今日来そろってそれっていうのもなんか寂しい、ね、寂しいけどね、山上さんがどうも A 氏の娘さんやから、そうやね、ヨシタンデーの方がいいかなと、ヨシタンデーの方がいいの、柄の悪い家で、いい、はい、はい、ですよね、なんか60年生まれてきてなんかヨシタンデー綺麗な人は得やなってなんか綺麗、うん、やんか、なあ綺麗よ、そんな嫌味に聞こえるわ何それかわいい、本当よ、この間ね、61なんですよって誰かに紹介したの、あの、雑誌社の人、うんうん、2人ともこけたもんね、ってまだ40代や思ってたって、2人とも言った、女性やで、向こう、女性って厳しい目ですよ、そうなんそんな言ったもんな、すごい、ね、だからやっぱりすごいなと思いましたね、綺麗、うん、ですよ、山上さん綺麗です、本当に上品だし、うん、絵師で綺麗や、そう、うん、揃ってるやんかね、お前よ、前髪つけてんの？そうあれ前髪不自然と思ったの今。つけてんの？あ、今前髪つけんの流行ってんの。そんなつけてんの？今日出るからって。だんだん本当にここが薄くなってきたので。うん、つけたん？ほら、つけて出す気も言ってんの？いやいやいや、初めてつけたんですよ。ああ、今日ね。だけここへ出てきたということはすごいやんか。いや、いいじゃない。ね。そら、あの、モップ交換とかしてるからね。うん、頭もモップにして。モップ交換でーすって言って、その、あの、ちょっとこう、ひょうきんなところ出しなさいよ。これからね。はい。あの、とってもかわいい。かわいいよ。若い。トークやなー。ねえ。私らも、兄弟揃って、英氏のところで生まれたいって言ってるね。情けない。言っちゃったな、俺もう。もうお母ちゃんは不細工だったしね、柄は悪いし、酢豚のあんはべー食べるしさ、もう大皿でこないして抱えて食べたって、お姉ちゃん。何でももったいない、もったいないってね、残せんタイプやから。娘の前でせんといて、あ、夫もおんねんから。そう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 。やめて！ほんと。台湾やわ。台湾でや。かっこ悪いよ。海外まで連れて行ってもね、このざまや思った。嫌 やね。死んでんのに悪いですけどね。これはもう事実やから言わせてもらう。英氏の家で上品に生まれたいです。自分がなりたいので、はい、大富豪の妻、はい。もう一つはオリンピックの金メダリスト。自分がね。金メダリストいらんわ別に。私もやね、大富豪がええわ。もう絶対。大富豪の妻はね。大富豪の妻でしょ。旦那さんちょっと愛人がいっぱいいる。もうそんな絵は何本でも作ったよね。ほんまに。そうやな。だってね。最初だけを嫉妬すんのは。そうよ。人が好きな間だけやもん、悔しいとか言うのね。そうよ。何本でもしてきたらええと思いますね。ね、私そう思う。うん、そう、お金だけ入れてくれたらな。もう何も文句言えへんわ。そうです。そんなの全然関係ない、大富豪で。ね。螺旋階段で。そうやんか。やっぱりもう目回したいです。全然
然浮気しようがさ、愛人から電話かかろうがね、買いがたってくださいって言うだろうわ。そうや、ね、うちの主人はよろしくね、よろしくお願いいたしますって 言いたいな、ね、そうそう、うん、なんか今日は気が合いますね。どっちがいいですか。今日はちょっと大富豪の、あ、そうね、スポーツ一家なんでしょ、家がねえ、金メダル違うの、やっぱり大変そうです。大変そうです。どういうことですか。どこが取るのが大変か、取った後が大変か。取るのも大変だし、取った後もなんか、うんね、取った後の話ですよ、もう、はいはい、取った後もしんどい、うん、取った後はどんな仕事に就いたらいいですか。ああいうの何してはんねん、みんなスポーツ用品店じゃなくて、はい、スポーツの何して教えたりするの、その自分の先生になったり、うん、まあ、やっぱりそれをね、どないなってんねやろな、うん、そんなに知らんな、フィギュアで、まあ、タレントさんになる方おられる、ね、多いですね、今あれはやめといてほしいな、もう何でもかんでも、うん、ね、まあとにかく日本を背負って国旗を背負っていくわけやから、そこで一番取ってくるって素晴らしいことやと思いますけどね、えら、ね、いことやなと思いますが、そんなにはなりたくないわ。そう、尊敬はするけどね、尊敬はするけど、それ自分があれかっていうとちょっとね、しんどいな、うん、それも人様にお願いしたいね。そうなのよ ね、金メダルもね、ヨンさん見せてもらった。あ、そう、金メダリストの人に ね、見飽きました。見せてもらって、まあ一つも盗んでませんよ、盗んでませんけど、大したもんやなと思いましたね。まあ、うん、大富豪の方がね。ね、いいよね。お姉ちゃんは、はい、もう死ぬほどお金があったら、何したいんですか、はい、あ、お金があったら、あったら大富豪ですか、ね、いや、でもね、世界旅行行きたいとか、そんな全くないよね。海外やかんね、そう、海外の料理やかん。全然やかんからね。いや、でももうなんか心に余裕ができるん違う？ねえ、もう絶対私は大富豪っつって心に余裕できるって絶対。まあその選ばらんでもいいけどさ、なん偉そうにせんでもいいけどね。ほな今やっぱハラハラして生きてんの。ということですか？心に余裕って抽象的やからさ。いや、まあそこそこね、食べていけねえたら別にね、はいはい、どうってこと全然ないねんけどね、うん、まあでも大富豪だったらさ、ハラハラ、まあハラハラせんでいいもんね、本当にハラハラしてんねんや、今。まあそうやな、こんな物価高になってさ、そうよ、政治もはっきりせえへんしな、うん、でも、なんやもんね、地殻変動じゃないけどさ、そう、気候もおかしなことになってるし、戦争やってるしさ、そう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 、お前な、どなくしていいか分からへんだよ、本当えらい、明日どうなるやら分からへんもの。ほんまにそうやで、姉ちゃん、ね、好きなことしとこう。ほんとやね。ね、ほんまにそうや。二択ややってる場合ちゃうわ。ほんまんとこ。こんなね。米も上がってな、お姉ちゃん。上がったよ、1000円も。そんな上がった。だってね、2000円で5キロ買って、うん、1800いくらだったのね。それが今3500円ぐらいになってる。そんな高いの、うん、今、お姉ちゃん。米食べれてないの。そんなことない。食べてる。今日いっぱい食べて帰ってな。うん、まあありがとう、ありがとう。そうそう、大阪に来たらここまで米食べて帰ってください。本当にね。はい。で、ね、はい、あれへん。うわあ、どっちも好きやな。醤油ラーメンか。私はおネギを取る。私もネギやな、メンマとネギどっちをいただいて。ネギなかったら嫌。そう。ね、うん、なんかネギは好き。ネギ兄弟やね。要するに納豆もネギなかったら食べへんだ。あ、そう。絶対食べない。もうやっぱり薬味がないとね。薬味が好き。ほんと。薬味。薬味命やね。ほんと。薬味のないとこ私、嫁いだんで。ああ、そう、うん。もう冷ややっこも、おかかだけやったからね、お母さん出すのが、ね。いろいろ乗っけたら、なんでございましょうって言うたからね。なんでございましょうって。つつしょうがとネギやんか。あとおかか。こんなに乗せるのね。って言ってました。って、よう伸ばすのね。ものの言い方。って思いましたけど。ほなだったらね、こっちもいいじゃね。みょうが切って入れたりね、乗っけたりね。ね、大葉しその葉を乗っけた。もう豆腐にいっぱい乗っけたった。
これ見よがしに。薬味よね。薬味ないとね。メンマはね、うん、あのね、柔らかくて美味しいな、うん、味もいいなっていうのもあるんだけど、うん、たまにガッてやったら、カッカーっていうのあるね。竹あるよね、竹。ほんとはその時ね、すごいショック感じるね。うん、こんなん食べれるかと思ってね。ショックというのも、そうやね。竹のがあるな。あるでしょ、うん。そうやね。それもあるけど。なんかやっぱ美味しいメンマかな。メンマは不安多いのよ。うん、メンマでビール飲んだりね。ああ、そうそうそう。するしね、うん。だから、肉なくてもいい。焼き豚なくてもいいわ。ネギやな。うん、そうそうそう。ほんで次は言うたら、煮卵。うん、ああ美味しい。卵を乗っけてほしいな。卵も美味しいね。うん、なると結構好きよ。あ、そう。かまぼこね。うん。麺も出てけへんや。となってきたらもうネギやね。ネギがなかったらもう本当に冷ややっこも食べないし、ね、納豆も食べないし、ね、もっと言ったらうどんも食べない。食べない、そうそうそう。うどんなんてネギなかったら絶対美味しいのよ。そう。本当なんでネギ入れると一味変わるんやろね。うん、そうなのよね。美味しいよね。お蕎麦食べる時もね。ねえ。おネギ絶対いるでしょ。ぜひもんやね。ネギ女やからな。やっぱネギ。ネギ。絶対ネギ。もう言うたら、麺もいらんぐらい。ね。何やそれ。醤油ラーメンの汁でネギ食べたいですわ。あ、何ですか。私もおネギなんですけど、おネギなん、メンマあんまり好きじゃなかったんですけど。ああ、そういうことね。はいはい、でも、神谷さん、ラーメンとか連れて行っていただいて、うん、そうそう、ラーメンよく行きます。メンマすごく好きになった。おー、美味しいよ、独特だね。あれで煮るの大変やねんで、戻してね、と思うわ、多分。そうやね、メンマって独特の味やもんね。うん、そうね。何よう似た味がないもんね。うん、うちなんかもね、時々ラーメン鍋ってやるんですよね。ほだね、主人は絶対メンマ買ってきてくれよって言いますわ。朝、旦那さんメンマ好きそうやわ。メンマ好きよ。うん、なんか2はメンマを取るな、きっとね。そうやね。ラーメン鍋。ラーメン鍋とか、美味しい。あ、あとメンマ入れてないわ、そういえば。メンマ絶対入れる。メンマとナルトとさ。ナルト入れて、焼き豚入れて。焼き豚も入れて。もう要するにラーメンやね。大きいラーメンやね。ラーメンのグツグツ煮ながら食べるってやつね。うわぁ、仲いいね。け鍋を二人でつつくなんて仲いいね。キュね。気色悪い。こっちが気色悪いわ。いや、これはでも、うん、どっちというよりも、世の男性は年行くとどっちも持つな。持つ持つ。何や知らんけどさ、嫁さんにだけ偉そうに言うな。相対的に。そう。うちだけやないよ、うん。ずっと見てたら。みんなそうやね。大体一般。やっぱりね、母親とか、まあ、死んでる方も多いですけども、親のには言わないわ。親に甘えて言わ、甘えていかない。うん、でも、女房には何や偉そうになっていくね。なっていく。あれ何やろ。ねえ。で、褒めてくれみたいに言うてくるしね。言ってくる言うてくるね。尊敬してくれみたいに言うてくるなんでしょ、うん、うちなんか多いのよね。そうやね。いや、尊敬してくれなんて言わないんだけど、そんな言うてるなと思うときあのね。うん。ゾッとするわ。ね、どこを持って尊敬さないかんのかなと思うときあるの。悪いんだけどね。もう尊敬してたからね。私が尊敬して結婚してるとこあったから、うんうん、もう見事に崩れていったわ。うん、今、かけらもないわ、ほんまに。悪いんだけど。もう今は人間愛というのかな。なんとなく、長いこと一緒に生きてきたな。うん、同じ景色を見て生きてきたなっていう哀愁はあるよ。うん、そうかな。主人に対してね。そうだけど、それ以上はちょっと難しいな、今ないな。うん、どうしようかなと思うわ。まあ、そう、説教されるより私は愚痴ってる方がいいかもね。うん、そうやな。でも適当にさ、あ、ほんと、へいほー、つって言ってさ、ここはビーって、ねえ、聞いて、あ、そう、大変ね、へいへいって言ってりゃいいからさ。で説教で言われるとさ、何よってこっちもなるからね。そうだ、ほんまやね。何言われることあんねんってなるもんね。そう、あんたに何言われないかねんってなるから。で、ぐじゅぐじゅ言うねんで、そうやけど。ぐじゅぐじゅ人生僕は言って。なんで、ここへこう、わたつめどこと。わたつめ。誰のよ。あ、おっさんのじゃなくて、自分の。自分の。ああ、なるほどね。ああ、あえてもう。人気なおっさんになっていくの ね、うん、ね。まあ、どっちにしても、年を重ねるって残酷やね。そう。向こうから言わしたら、絶対あるよ。ある。不満、私らに対してね。もちろん。私は多分ね、こんな柄の悪いね、うんうん、嫁だったのかと思ってると思う。あ、そう、最初から思ってたみたいだ。
それはあの ね、お兄さん、エミちゃんちょっと聞いてよって言ってたから。あ、そうや、そうや、言ってたもんね、うん、そうか。お姉ちゃんってなんで柄悪くないじゃない、私たちには。いやいや、まあ、多分もう偉そうにもの言ってる時あるね。偉そうに言ってることなんてあるかな、うん、あるある。最近あるね、もうあの、うん、言われたら返そうっていうので、読んでないとストレスね、たまるから。それは若いで、言われたら返そうって言うのはええわ。そう、うん、まだまだ若い若い。なんか思ってるね、そうやって、うん、血はないな、もう。もうやめとこうと思うね、うん、もうね、うん、会社辞めて18年ぐらいになるやん、17年、18年。そうなってくるとやっぱり、うん、もう誠に申し訳ないけど、うん、体温が違うのよ。そうだね、うん、だから向こうが何か言っても本当やねって言って、なるほど、ああそうかって言うとるとね、うん、綺麗は。ただ内容は入ってないのよ、私は。なんかもごもご言うてるから、でもこっちもちゃんと聞こうという気持ちないし、うん、大したこと言うてないしさ。うん、だから、うん、そう、へえ、なるほどってこう膝叩いたら、もうちょっと黙っとるわ、向こう。うん、あの、納得するんだろうね。そうかな、うん。話しする相手がね、結局うちみたいにお友達多い人だったんやけども、うん、亡くなられたりとか、また疎遠になっていったりとかあるじゃない。うんうん、ね、最初だけ、うん、定年の2、3年は、お子連れ持って食事とか行って、うん、ゴルフ行って、みたいな。この、やっぱりだん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 ね、うん、孤独になっていくみたい。で、最後は嫁さんと喋るってことになってるわけ。そうなのよね。で、嫁さんは聞いてくれて、嫁さんは自分より下って思ってるから、下っておかしいんだけどね、うんうんうん。こっちが命令する、こっちが教えてやるっていう体制は崩さへんね、男って。そうやね。うん、自分の方が、ほんまに頭はいいんですよ。頭はいいんだけど、別居って、うん、すごい水臭くなるな。他人になっていくな。はあ、うん。やっぱり一番仲良かったのが子供小さい時や。二人で同じものを守らないかんっていう。うんうんうん、だから結婚の、まあ言った期間は短いやんか。結婚してまだ8年とか10年。その時は一番親しかったし、だしっていうのかな。うん、まあこっちも好きだったし。うん、で、子供も小さいし、二人で守らないとな、みたいなものがあって、結託みたいなのがあった。今もそれぞれやんか、子供も座っていっても何年になる、うん、そうやん。姑さん、お母さん、うちの実家の母はみんな死んだ、星になりました。 そしてふっと見たら私たちも還暦すぎて、そう、ね、ね、何のために一緒のもんかなって思って別居しましたけどね。お姉ちゃんも大変やな。いやいやいや、ずっと一緒やんか、47年半や。ジューンブライで6月の花よ。どう思いますか。憧れますよね、こんな顔で。まあまあまあ、そうです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 。いや、6月でしたね。ああ、ね、48年やで。48年や。きぃー、どうな、お姉ちゃん。びっくりする。びっくりする。もうね。偉いね、ずっと一緒やから。ほんとよね。山根さんのところはね、5年ぐらい単身で、ご主人いらっしゃらなかったの。うん、その5年もですよ。だからまあ、それとお仕事ずっとされてるから、あんまりお会いできないでしょ。そうやね。朝って夜ぐらいでしょ、うん、朝、夜、ちょっとずつ会って、うん、はい、あとはもう、はい、自由行動です。自由行動。まあまあ、どっちも働いてらっしゃるからね。ねえ。お姉ちゃんとこ偉いわ。まあねえ。本当に。お疲れ様でございます。ありがとうございます。じゃあもうそれはお兄さんにも言えることやけど、ね。言えるね、向こうもね。ほら言ってる。言えなと思ってると思うよ、多分。いや、うん、これほんま酷やな。本当にね。結婚長年になってくるっていうのは行やね、修行。そうね。人生の修行。一番いらんことやな。本当やね。我慢が多いですよ。多いですね。我慢多いよ。くしゃみ大きなれへん？大きなる。男の人ね。うん、私も大きいけど。ない。あ、そうなん、うん、あ、そう。でも負けへんから、向こうぐしゃーんって、こっちもぐしゃーんって言ってるから。屋根落ちてくんの。気付けにゃ。なあ。ほんま、なんか全部出る音が大きなんだ。大きなるね。すぐ走ってきました。本当や。何かあったんでしょうか。お帰り。え、お父さんが来たって。黙ろう。お父さんが来ましたよって。言うに来たの。そして悪口は言われへんな。今言うに来たみたいな感じだった。びっくりしました。うん、ね、親分、底辺だっていう感じで飛んできましたよね。そう。あんたもこの芝居がかっとるな。あんな風にタレントっぽくなります。タレント系、タレントの犬になりますね。すーちゃん、人気もんやね。うん、もう散歩に行ったらすーちゃんって知ってるもん。
ほんで私がスーツーって言ったらスモモちゃんって言うわ、この子はスモモっていうのは認識ないね、スーちゃんしか言われてないから、でも本名はスモモでございますね、よろしくお願いしたいと思います、はい、かわいい顔でこっち向いて座ってるの、はい、なんとも言えない、スモモちゃんって言ったからや、お父さん帰ってきた、お父さん帰ってきた、じゃあ黙ろう黙ろう黙ろう、お父ちゃんのか、なんか興奮してますわ、どういうことですか、お父さん帰っちゃうのか、お父さん来てるんだったら勘でおいで、勘でおいで、勘で追い出してくれ、勘で追い出すんだよ、勘でおいでって犬と猫と喋れる能力はもう持ってるもん。もう大体わかるの。そうやね。大体わかる。わかってないねんけどね、今のお父さん帰ってきたんかじゃないんだけど。うんうんうん。そらね、一番便利なのはね、語学力。がいいよね。ほんと喋れたらいいなと思うわ。喋れたらいいね。まあお姉ちゃん海外あんまり行けへんやろけど。そうね。好きで行ってた、その時に一番嫌だったのが、英語、フランス語、喋られへんことやもん。うん、一言もね。このほんまに、大阪でこんなに喋ってるおばはんがやで、海外出た子なん、これがストレス。あんなに大阪で喋ってきたらいいって、わ、あと太平洋のね、日付変更線、ばーっと飛行機が通った時に、くっと帰りなんね。喋られへんわ。もうあの CA さんが来て、アメリカの人だったら、それでも、緊張してしまう自分があるね。あんなに海外行ってて。うん、ね、その食事どうしますかって言われてる、大体わからないけども、ってなってしまうからね。だからこれ、ギャップがあるのよ。大阪で喋りすぎやから、その分喋らないという自分を俯瞰で見たときに涙が出てくるんだよね。エミちゃんかわいそうやわー、言って、日頃よう喋ってんのに、アメリカに着いたら、ピタッと喋れへんなー、言うて、もう一人の私が言うてん、それを感じるから、すごい落ち込むね。だから語学力があったらいいなと、どこ行ったってそこの国の名前パラッと喋れたら楽しみも違うな。それは楽しいわね。お友達もいっぱいできるよね。できるしね。そう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 。言うてることすぐ分かるし。分かるしさ、本当いいよね。何の不自由もないじゃない。でもさ、最近ってなんかスマホでこうやってやって、喋ったら、ぐっとね、やって英語に変わって喋ってくれる機会あるやんね。そんなあるやんね、今。でもこの一時これするのもおかしいやろ、これ言うて、言うて言うのも。それも付き合ってくれへんで、これ。めんどくさいわね。めんどくさい。自分でさーっと出てきたらかっこいいやん。かっこいいよ。何でも喋れたかっこいい。あのね、フランス料理食べに行ったのよ。あの、スタッフの皆さんとね。もう高かったわ。125万かなんかやった。ワイン抜いてさ。8人、6人か7人で行って、個室取って。まあまあ、ほら、いいんだけど。で、それをビールみたいにワインを飲む人がおってね、一人芸人さんで。やったー、なん連れて行ってあかんかったわ。ほんで、ドレスコードあるから、そんな飲むような、ニットでないよ、そんなもんで来たら連れてあかんでって、ネクタイ締めてきてねって言ったら、漫才の衣装でよろしいかって言うから、あと漫才の衣装って言うても派手なんちゃうのっていう渋いのあるんですよって。ほんで、俺にしててネクタイ締めて、なので来てくれたんだけどね。まあ、ワインを、高いワインをビールみたいに一気に飲むだねって。はい。で、何本も開けて128万かなんかってね、最後ね。すごい。で、その時に、何を言いたかったかでも、スタッフのある方がいてて、ABC の方なんだけど、で、全然そう知らなかったんだけども、食べて美味しいなって言いながら食べながら、ちょっと上品ぶってたら、最後シェフが、いかがでしたか言うて、フランス人のことちょっとでっぷりしたシェフが出てきはって、料理長やね。で、今日はどうだったかっていうのは、でフランス語でいいよねって、まあ、そりゃそうやね。そうそうそう。ケンタッキーフライドチキンのおっちゃんみたいなのが出てきて、そこでそのプロデューサーが、フランス語で、喋り出したもん。うわ、かっこいい。と思ったね。いや、それでも二人で、あれやこれや、フランスの話というのか、何を喋ってるかというのは分からへんね。フランス語や。私も喋って、シェフも喜んで。いや、お喋りになられるんですか、まあ少しだけですっていう。少しあれへん。すごい。こういったことで、こっちふっと見たら、この漫才の衣装の、それが、またワインをこの間飲んでるから、同じ人類でもえらい違いやなと思って。もう、ほんまにポーッとなったわ。そのフランス語何で僕は喋れるんですよ。日頃からフランス語 OK ですって言うてるんじゃないから。急に、しかも男前。かっこいい。なんかこっちはワインよビールみたいな漫才の衣装で。富水のケンちゃんです。
いや、まあまあ、ケンちゃんと一緒にラジオね、やってたんで、一緒に行ったのよ。もう、その時に、恋をしましたね、そのフランス語。そうやね。本当だったわ。語学力ってお姉ちゃん。ほんと。ぐっとくる。くるのわかるわ。ね、うん、それとか、楽器が、ギターあるんですかって、ボロンボロンとか、できる素道。いいよ。これもぐっと来ない？何気によ。何気にですよ、皆さん。そうね、わーじゃなくって。そう。あ、ギターがあるんだとか、私歌いたいけど、ギターの演奏歌いたいけど、今日はギターの先生いないんですか、お店の人に聞いたらいないんですよ、うん、今日休みで。じゃあちょっと僕が、なんて。ええよね、かっこいいよね。ね、なんかこう、楽器をできる人、ね。そして、今言った語学力。あってね。あった返せる人。セクシーやね。乗り物の運転なんでもできる人。ああいい ね、それもいいね。市バスですか、僕が運転しましょう言うて。ね、市バスであろうが電車であろうが電車でゴー言うて、ね、京阪電車動かしてみ、うわー素敵、事故やかな、ただ事件や、事件になるわ。なんかそういうのも良くない？ああ、なんか本当 ね、それはもうセクシーよ本当。 お姉ちゃんそんなない？人にできないことをするっていうのが、まあそりゃそうやわね。そうなんだ。逆立ちして歩き回るっていうのは、いや、それそれはいらん。そうやね。逆立ちで歩き回る。恥や。ね。それはいらん。いらんけど。いや、楽器にもよるな。小太鼓とかいらんね。ね。それはいらない。それはいらない。やかましいわね。そうやね。ドルル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 ル心臓止まりそうになったら、びっくりしたよね。ふわっと入っていったら、デンって言うんだ。大きいのですよ。そうそうそう。もう暴れ太鼓みたいなんですよ。あれ、ドンロバタ焼き、ね。ロバタ焼き。そうそう。ほんで、二人、マネージャーと三人やったから、ドンドンドンね。そう。三回。だから三人入って。気にしないそうになって。ほんと。びっくりした。狭い店で、うん、太鼓大きいから。ね。そんなとこあったの、赤坂でね。割った。あの時お姉ちゃん、はい、なんか楽しかったな、独身時代で。そうね。ね、赤坂東急っていうとこね、ずっと。いつも泊まってね。泊まってたわ。うん、よかった、楽しかったわ、うん。あそこの1階のしゃぶしゃぶ美味しかったよ。美味しかった。美味しかったよね。あれ、白あえがお通しで出てくるね。この白あえが美味しい。そう、白あえ食べたさにしゃぶしゃぶ行ってたんです。言ったら、嫌みやなって言われてね。ね、あの時お金あったもんね。あったね。売れっ子やって。ね、うん、だから、金曜日はね、東京泊まりやったんよ。そうだっけ ?TBS だったわ。夜ね。夜の収録。津川さんと朝岡ゆきじさん。ああ、ゆきじさんのね。はいはいはい。ね、で、赤坂東急帰ってきて、うん、で、ちょっと外行こうか、言うて、ロバット駅に行ったら大太鼓でドーンって言われて、びっくりした。びっくりした、ね。したことあったね。ね、大昔やな。大昔やな。大昔やな。遠い昔やね。ほんとね。まだでもこうやって兄弟でここで喋れてるって嬉しいね。ありがたいわ。ありがたいことやね。ほんとにね。よう生きたな。うん、と思いますわ、ね。はい。だから私は語学力なんですが好きでございます。語学力やね、やっぱりね。はい。まあ、ワンちゃんはね、だいたいわかる。それと、ワンちゃんがもしも喋り出したらあかんで。そうよ。喋らへんから、つぶらな瞳で目で訴えるから、かわいいって言うてるんですよ。そうよね。喋り出してみいな、この、数でも明日から、いややで、ほんと。ついてくるねって玄関先で言うと、絶対なんか喋ったらどうする？今日どこ行って喋んねん。またようさん喋ってくんねやろ。早く帰ってこいよ、あんまり喋らんと。って言うてみいな。かわいくないわ。ね、絶対うまいような気すんだよ。そうかな。いらんこと喋んなよ。喋りすぎやねお母さんは。って言われたら嫌ですからね。やっぱりこのつぶらな瞳で、何も喋らない、ね、尻尾だけ振るっていうのがね、愛らしい。やっぱりいいよね。桜は別にいらんな。ああ、そう。まあ、あでやかいなと思うけど、梅の方が好きやん、どっちかがね。うん。なんか桜は、とわーっと咲いて、わーっと、散ってね。うん、散って、
潔がいいとか言うけど、あ、そうや、嫁いだ家が、うん、桜の木が目の前にあったの、あの公園が、まあ、そこがまあもう春が終わったら全部落ちてくるやんか、花吹雪、 それをこう履かないかんかったいうのがあったね。ほんでそれが終わったら毛虫が落ちてくるね。うわ、それも家は、ね、桜ね、桜、そうね、そうそうそう、だからまあみんな喜ばす素晴らしいね、あのいい色だ、あのソメイヨシノなんか上品なピンクでいいですよ。いいですけどもね、でも私はどっちかって言ったら星やな、やっぱり。あ、星、ね、そうやろね。星ね。なんか世界が広がるよね。そうそうそう。ああ、そうか、星やなと思って。なんかね、本当死ぬ前に一回ね、あの、星空、まあ、本当に綺麗な星空を見に行きたいなと思うね。で、八ヶ岳とか、ああいうとこいいのかね。あ、そうなの、行こうよ。ね、いいのよね。もう待って、もう空しかないっていうね。ないっていうな。それでこう、砂浜かなんかで横、まあ、まあ、まあ、わからへんけど、広場で横になって、ね、いいみたいね、大空を見てさ。で語りたいね。なんといいよね。そんな夢、沖縄も綺麗なんじゃない？綺麗と思うわ、多分。綺麗やろな、ね。いや、オーロラじゃないねな。オーロラじゃない。あ、星か。星よ。太平洋一人ぼっちとかさ、あ、そうそう、行っててさ、船、本当船だけで、空だけもう本当星だらけで降ってきそうなっててね、言ってね、そういうとこ行って。太平洋一人ぼっち、堀江さんやろ、そうそうそんなん怖いわそんなんしたいの。いや、いいな、いいことあれへん、まあ、そんなややこしい船で見なくても見れるもん、ね、安全なところで見なさいよ、ね、太平洋一人ぼっちは難しいぞ。難しいね、堀江さんなんか孤独だったと思うよ、ね、よくやらはったなと思う。何回も言ったんだよ、堀江さん。私、堀江さんってね、戻ってきてちょっとタレントやってはったんですよ、なんで、その時二人で司会したことあんねん、東京の番組だったと思いますけど、すごいこと成し遂げた方やれんなと思って見てました。それからもう行かれましたね、すごいな、冒険家ってなんかこうロマンがあって、あるね、でっかい心を持ってんねやろな、ね、でお姉ちゃんも冒険家やな、どっちかっていうとね。いやいや、見たいって言うだけよ、見たいって言うほうでええの。今太平洋一人ぼっち言ったから船出てんのかな思って西宮から出発するんだったらね見送りに行くよね、行ってらっしゃい星好き、星も好きだし、お月さん大好きだし、もうすぐ星になれるわもういいや、嬉しないわ